はい、続いては、全日本製造業駒大戦協会会長の、緑川さん、私お頭って呼んでるんですけど、はい、お頭こと緑川さんの登場です。よろしくお願いします。こんばんは。こんばんは。久しぶりで、ね、登場ですね。だいぶ空いちゃいましたね。はい、もうお頭といえば、はい、もう日本の、まあ、僕はゴッドオブ製造業と呼んでるんですよ。製造業の神ですよ。神ですか。日本の製造業の、まあ、いわゆる北海道から沖縄までの、はい、まあ、いろんな町工場があると思うんですけどね、うん、その町工場の要は世界を変えてしまうかもしれないぐらいの、はい、そのぐらいのポテンシャルを持っているのがこれ。大げさ大げさ。そんなことないでしょ。これですよ、まあ、駒大戦。駒の性能はね、それぐらいもう日本がこう世界に誇る、はい、技術が織り込まれてますんでね。それは間違いないです。もともと僕が駒大戦最初に見た時の感想から言っていいですか。両国、両国、ね、両国国技館で、はい、お頭がね、はい、数々ちょっと駒大戦の G1 やるから来いよって言うわけですよ、うん、でそれでぶっちゃけ、うん、あんま興味なかったの最初。最初はね、駒を回す散々言ってたのが毎週会うのに。そう、毎週会ったその時。毎週会ったんだけど、カズ G1 やるから来いと、うん、あれ G3、はい、スーパー G3、 あ、スーパー G3 だ、うん、そう、両国国技館でやるから、うん、駒の戦いやるから、うん、ちょっとカズ来いよって言われて、はい、でまあ行ったんですよ。で行ってまあ半分付き合いで行った、最初は、はい、ぶっちゃけね。あれ海外帰りだったもんね。そう、ナイジェリアから帰ってきた次の日、はい、もうくたくたに疲れてて、いやでもお頭と約束しちゃったから行かなくちゃみたいな感じで、はい、重い腰をこうやって持ち上げて行ったんですよ、うんうん、行ってみたらびっくり、うん、面白くて面白くて、もう最初から最後までずっといましたよ、ね、ずっと中継してくれたの。本当ですか、うん、そう、ワールドインベスターズ TV でちょっと中継やろうと。そうそう、まだログ残ってるんでしょう。残ってますよ、ね、でね、その時にね、あ、コマって面白いなと思ったんですよ、うん、コマね、見てる方も面白いんだけど、はい、要はそのコマって、うん、いろんな素材技術使ったその一つの結晶なんですよ、うん、もうなんだっけ、タングステンとか ね、 そうね、金とか、そう、まあ、いわゆるレアメタルって呼ばれてるような素材もいっぱい使われてるの。ヘビーメタルとかね。ヘビーメタルとか、うん、でそういうのがもうとにかく要は日本中の製造業が日本で一番強いコマを作るぞっつって、はい、いろんな会社が作ってるんですよね、はい、それの戦いなんですよこれは。そうですよね、面白いな。形とかも違うんですよね。形も違う、もうそれぞれのね、町工場のオリジナルの、はい、例えば材料もね、得意な材料、加工の材料違うでしょ、はい、あと形も違うでしょ、はい、だね、二度と二つとして同じものがないんですよ。それで自分の会社のプライドをかけて日本一を決めると、はい、一番強い駒を作る。そうで、もともとはね、僕がお頭から聞いてたのは、うん、いや日本の町工場はもうみんな技術力がもう世界トップクラスなのに、うん、やっぱりなんか景気が悪いがためになんかバタバタこうやって業務縮小したり潰れたりしてると、ね、はい、うん、でこの世界に誇れる技術をどうやってこの世界に伝えていくかっていうのをね、うんうん、お頭は考えてきたわけです、ずっと。でそれで日本の製造業は、うん、例えば自動車メーカーとかからこうやってお願いされてこのネジ1本作るとかね、うん、そういう会社が多いんですよね、町工場が、うん、そうそう。でもそういう業者から頼まれてネジ1本作るんじゃ世の中に出ていけないと。確かに。で日本の大手製造業はみんな海外に工場を移転しちゃってるから、うん、日本の町工場の出る幕がなかなかこのなくなってきちゃってるわけですよ、うん、でその中で、いやお頭は、いやじゃあもう B2C に向けて一般の消費者、うん、はい、日本国内外の一般の消費者に向けてこのコマっていうものを通じてね、ものすごい技術力を世界に発信していこう、うん、そんな説明になってますよね。そう、もうね、町工場の職人っていうのは、はい、こうスポットライトが浴びることがないんですよ、うん、一生ね、うん、例えばね、極端なこと言うと朝おはようございますって会社に行くでしょ、うん、はい、で帰りにお疲れ様って二言しか喋らないとかね、あ、そういうのがあるんですよ。そう、もうとにかくこう物を作る、物作ってる、シカシカシカ作る、うん、でもね、そこの人たちはすごいいいものを作ってるんですよ、うん、それこそ世界に通用するものを作ってる、うん、ただそのアピールが下手とかね、うん、今まではお客さんから言われたことしかやらなくて、うん、まあ、それでも食えてたから、うん、でもいざそのお客さんがいなくなった場合に仕事がなくなっちゃうんですよ、うん、いい技術があるにもかかわらず、うん、じゃあ我々町工場が自分たちがスポットライトを浴びれるようなステージを作ろうというのがこのコマなんです。素晴らしいですね。今までコマを作ってる町工場ってなかったんですよ、うん、基本的には、はい、でもそのコマというものを
全国の町工場が作ってきて、そこのステージの上で日本一を決めようぜっていうと、もうそれだけで話題性があって、マスコミもいっぱい来るし、ね、メディア取材が結構すごいですよね。新聞とかテレビとかラジオとかすごいんですよ。で新聞とかテレビにね、その職人さんが出たとするじゃない、そうすると町のヒーローなんですよ。で近所のおばちゃんとかにね、あ昨日見たテレビなんて言われたら、舞い上がっちゃうんですよ。でまた明日から頑張ろうと、次の駒大戦に向けて仕事頑張ろうってなるでしょ、そういうモチベーションを作るのが駒大戦の役割なんです。たまたま駒だったんです。別に駒じゃなくてもよかった。ヨーヨーでもいいですよね。ヨーヨーでも次考えてるのがまたヨーヨーとかね、けん玉でもね、おはじきでも、もう竹とんでもでもよかったの。たまたま駒だったんですけど、それがまあ今ね3年、わずか3年なんですけど、それでもういよいよ世界大戦に行くと。今日本国内で年間60場所ぐらいやってましたっけ、もう50場所以上はやってます。50場所以上ってことは毎週どっかでやってんですよ。すごい。だってあれですよ、60回年間開催してるってことは、単純計算で、6636だから、もう1週間に1回以上やってるってことですよ。そうですね、まあ、ちっちゃい子供コマ大戦とかね、そういうのまで含めると本当に60は超えてるでしょう。しかも日本全国で、フェイスブック、おかしらのフェイスブック見てると、はい、もういつもなんかね、どこにいるか分かんないんですよ。なるほど、ね、そう。でもね、それが日本だけじゃなく、はい、最近だとね、ドイツで、はい、ドイツの日本大使館に呼ばれたんですよ、コマやってくれって。すごいな。そ、向こうで迎えてくれるのは大使ですよ。あ、匿名全権大使ですよ、はい、ドイツの中の日本がいるんですよ。あ、その人にコマやってくれってね、行ってきたの。そしたらそこに来るのは EU 諸国の VIP たちが来るのね。ドイツ行ってましたもんね。いや、おかしら、何しにドイツ行ってんだなと思ったんですけど、そしたらなぜかそこにスペイン軍の大佐がいたの。へえ。でその大佐とか、あと普通のおば、まあ、普通のおばちゃんつっても VIP ですけど、がこっち側から持ってったコマをこう机に並べといて、好きなやつを選んでくださいと、これでこの場でトーナメントやりましょう、今日のチャンピオンを決めましょう、そしたら、その人たちがこう自分の付箋に名前を書いてくれて、それでトーナメント表に名前貼ってくるのね。へえ。スペイン軍の大佐ね、負けちゃったのよ、おばちゃんに。それは悔しいっすね。すごいね、喜んでくれて、あの人たちが、これが日本で流行ってるのかって、そうですよっつって。あでその日本のね、まあ、おかしら、まあ、横浜出身なんですけど、はい、横浜からスタートした、その全日本製造業駒大戦が、まあ、ドイツとかボリビアとか、あとインドネシアとかね、最近は海外でもこのすごい、だいだん人気になってきてて、じゃあここで何をやるかっつったら、世界駒大戦ですよ。その世界駒大戦、世界中で今予選会をやってもらって、そのチャンピオンたちが来月2月15日の日曜日に横浜に集結と、そこで世界一を決めると。しかも場所が横浜港の大桟橋国際客船ターミナル。そうです、ターミナルですか。ターミナルですよ。すごいですよ、もうね、世界中の豪華客船がこの接岸する、そう、港なんですけどね、大桟橋から、あの成田空港と同じ扱いなんですよ、はい、ちゃんと税関もあるし、パスポートのチェックもするし、もう本当にね、海外、日本の玄関の窓口として最適なとこだということで、ここを選びました。しかもね、船でやってくる人は、まあ富裕層ですよね。まあ ね、 ね、船で来るかどうか当日は分からないけど、あ、まあね、だけど少なくとも格安航空ではないわけですよ。ないですね、そうですよね、豪華客船で来る可能性もあるわけです、全然。ありますよね。まあ、それぐらいね、今この横浜でやるんでね、横浜市もかなり力を注いでくれてて、このチラシの裏にはね、横浜市からの、これ林市長の、ね、メッセージが、林市長のメッセージまでいただいて、はい、もうすごいでしょ、はい、我々普段町工場のおっちゃんですよ、が市長からメッセージもらえるって、これ、これしかも隣、なんで左側の写真、あ、これあれじゃないですか、安倍首相、皆さんご存知の、ね、はい、首相がなんと駒を回していただきました。しかもなんか嬉しそうですよ、これね、そう、喜んでる、ね、超喜んでくれてましたね、喜んでらっしゃいますね、はい、うん、すごいなことがありました。なんか日本の代表的エンターテインメントになるといいですね。ね、駒なりたいですね、なんかコマが日本の文化を伝えるよう な、 なんかそんな感じで、もうでもこれだけね、コマがあちこちのマスコミに取り上げてくれて、今度はね、映画なんですよ、
映画に、はい、まあ、コマが映画になる。コマが一部使われるんですけどね、うん、この未来シャッターという映画がこれから収録が始まる、まあ、始まったクランクインしたんですけど、うん、このコマ大戦2月15日当日がクランクアップの日なんですよ、最後のシーンをここで撮るんです。いやー、それ燃えるなー、ね、興奮しますね。そう、しかも僕がこの中の役者として出るんです。それどういう役で出るんですか？これね、ちょっと話すと長くなるんで簡単に言うと、うん、若い子たちがこうまだ人生の目的とか目標がないと、そういう子たちにこう未来を自分、未来は自分で作るもんだよっていう教えるブリッジパーソン、うん、もうだから年齢で言うと45歳のものづくりの人がそういう若い子たちに、これこれこういうの見なさい、こういうの見なさい、こういうのをつなぐとこういうふうになるんだよっていうので、でその若い子たちにも駒大戦に来てもらって、その子たちがこうどんどん成長していくと。そっか、じゃまずこの映画見てもらいたいです ね若い子たちにね。これ上映は多分3月後半か4月ぐらいにはできると思うんで、はい、未来シャッター、はい、未来シャッター見てください。これなんか東のステッカーが貼ってありますけどね、このね、東の理事長も出ますんで、うん、ああそうなんですか、はい、すごいですね、この理事長も駒大戦ものすごい応援してくれてるし、この応援、はい、映画も応援してくれてるし、すごい方です。すごいですね、うん、世界からも集まってくる、集まってね、でこの世界駒大戦が日程が、はい、2月、お頭の方から発表していただけますでしょうかね、はい、2月15日もう1ヶ月切りましたけど、はい、日曜日に横浜の大桟橋、はい、国際客船ターミナルというところで朝10時から夕方の6時まで、うん、まあ、ずっとやってますので、うん、でここには駒だけじゃなくて、うん、日本全国からね、いろんな出展ブースが集まるんですよ。それ見てるだけでもね、かなり楽しいと思います。そこには下町ボブスレーとかね、 あと江戸っ子1号とかね、はい、今中小企業町工場が連携していろいろな取り組みがあるんですけど、それも展示されますから、それ見るだけでも楽しいと思います。両国の時がね、あの出展ブースがめちゃくちゃ面白くて、そうでしょ、そうなんですよね、うちちっちゃい息子いるじゃないですか、はいはい、息子の顔ラベルをくっつけたあのサイダー作ってもらったりとか ね、面白そう。そうやってるんですよ、製造業だからね、はい、その場で何でもやっちゃうんですよ、みんなね、うん、言われたものを作るんですよ、いろんなものを作ってもらえる、簡単なものであれば、そういうのをなんかもうね、何百円とかで作ってくれるんで、もうその場で、その場で無料でもらえるのもあると思うんで、あともう一つ今週末にね、ボリビア、ボリビアのパーティーがありますので、ボリビア、これボリビアを迎え、ボリビアの選手を迎え入れるために、ここで募金活動をしてるんですね、はい、結構ボリビアから来るにはね、お金かかるんですよ、南米ですもんね、そう、向こうの人たちって給料が安いから自分たちは来れないんですよ、はい、その寄付を集めようということで、このボリビアミーツというのがありますので、これも昼間の時間やってますんで、はい、あの参加は自由なんで、もし、土曜日時間がある方は横浜に来ていただきたい、ね、うん、まあ、こういう機会で ね、やっぱ外国の方々と触れ合いたいとか人脈作りたいっていう方はぜひ足運んでもらいたいですね、ね、本当にいい機会だと思いますね。 なかなかね、ボリビア人と触れ合う機会なんてなかなかないですよ、ないない、うん、そうですね、うん、ただボリビアにはね、すっごい思い入れがあってね、はい、あのゲバラが死んだ土地なんですよ。あ、そう、チェゲバラ好きなんですよ、だからこの帽子かぶってるわけじゃないんですけどね。いや、絶対絶対ゲバラ意識してこのベレー帽ですよね。なるほどね、そうね、そういう、ある意味革命家ですから。いやいや、そうですね、製造業界の町工場のおっちゃんでございます、革命家、うん、でまあこの今けどね、町工場をやっぱりこうやって変えようとして革命を起こそうとしてる、はい、まあ、お頭みたいな方がやっぱり必要なんですよ。そうですね、今の日本には、うん、ね、何かこう、ね、業界を変えていこうって、そうそう、うん、せっかく授かった命なんだからね、はい、その命をどう使うかっていうのはさ、面白い方がいいでしょ。そうですね、うん、もうそうしようと、いやもうね、響きますよ、お頭の話は。あ、だから本当それだけでもね、やっぱ駒大戦見てほしいですね、はい、そうですね、お頭のやっぱ魂詰まってる企画ですから基本的に、はい、もうものすごい魂が ねもう開会宣言だけでもいいんで見に来てください。多分泣いちゃうんじゃないですかね。お頭、そうですか、うん、この間ね、開会宣言どっかの地方でやった時にね、自分で泣きそうになっちゃって、やべやばいと思って泣きますよね、本当思い入れ詰まってる、はい、でたくさんの人がこうやってやっぱり共感してる企画なんで、うん、やっぱりこれはぜひ一人でも多くの人に見てもらいたいですよね。ね、うん、皆さん来てくださいということで、皆さんぜひこの2月15日の、はい、日曜日、世界駒大戦、こっちカメラこっちですか、はい、こちらですね、世界駒大戦、2月15日の横浜、大桟橋、はい、国際ターミナルの方にぜひ足を運んでください、はい、いろんな出展者もいますので、はい、子供からお年寄りまでお願いします、はいはい、
ということで、このコーナーのゲストは、全日本製造業駒大戦会長そして、世界駒大戦実行委員長の、はい、お頭こと緑川さんにお越しいただきました、はい、お頭ありがとうございました。ありがとうございました。また呼んでください。ありがとうございました。